人の痛みだとかいろんなこと関係ないよって過ごすこともいいと思います。でも想像することはできると思う。想像は楽しいです。そして想像することで人の痛みがちょっとだけでも分かるような気がする時があります。福島原発事故の被爆測定、どん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 、これは想像しても想像できないぐらい、私なんかもう頭が悪すぎて何も分かりません。8月の6日広島、8月の9日長崎、水面に揺れる灯籠の明かり、3年前広島原爆記念日の夜、私はあの川のほとりに座って、水面に揺れる明かりの、その明かりではない、その奥の川の闇を、ホームページによる放射性粒子拡散予想図、日本の天候および放射線粒子の移動状況、2011年5月8日日本における2011年5月10日夜の放射線粒子相対濃度の移動状況予測、
弱い大気の移動状況によって日本の大部分が影響を受けます。はじめ西風により危険な放射性粒子は東へと飛ばされますが、その後北風となり放射性物質が含んだ大気が南へと運ばれていきます。東京エリアにも影響が及ぶ可能性があり、激しい高温より放射性物質流出の恐れもあります。5月22日、日本における5月24日夜の放射性粒子相対性濃度の移動状況を予測。日本上空の気圧差は弱まり、さまざまな方向から風が吹きます。このため火曜日の夜、危険な放射性粒子は範囲に分布します。2011年5月22日12時、日本における2011年5月25日、夜の放射性粒子相対性濃度の移動状況予測。水曜日、高気圧の影響は日本の大部分に及びます。本州上空では北東の風が優勢となるため、危険な汚染大気は南に運ばれます。東京大都市圏も影響を受ける恐れがあります。
ラディオアクティビティでした。